はようございます。8月の13日の金曜日、本日もポジティブラジオ始めたいと思います。私パーソナリティスーパーポジティブティーチャー福地が本日も務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは本日の天気からいきましょう。本日はですね、あいにくの雨でございます。最高気温が26度ですね。大雨ではなく小雨がずっと降ってるようなイメージが今日の天気ですね。まあ、ここ1週間ねずっとぐずついた天気でございますので、まあ、傘はね必須です。いつね降るか分からないので折りたたみ傘はね常備していきましょう。おたら暑いね、日ではないので、もしかしたらねちょっとね肌寒いかもしれません。最高気温26度なので、普段のいつも夏の格好だとちょっと寒いかもしれないんで、上着はね持っていった方がいいかもしれないですね。さあ、それではですね、本日まずはですねポジティブアクションからですねお話したいと思います。昨日のですねポジティブアクションが人の目を見て話そうというですね、そういうポジティブアクションを昨日目標とさせていただきました。まあ、実際ね昨日聞いてくれた方で人の目を見てね話すチャレンジした方はねいらっしゃったんでしょうか。僕はですねちょっとチャレンジをしてウーバードライバーをねやっているお客様でもそうですし、店員の人にでも目を見てこんにちはとかね、おはようございますとか、ありがとうございましたっていうのを意識してやったんですよ。そしたらね気づいたことがありまして、意外と相手は自分の目をね見てないっていうことにね気づきました。何かのね作業をしながら僕にね商品を渡す店員の方は半分ぐらいは僕の目を見てないですね。はい、お願いしますみたいな感じで渡されるとか、まあ、お客さんもできる限り僕に目を合わせないようにしようみたいな方は結構いらっしゃいます。でもちゃんと僕とね目を合わせてくれる人もいて、なおかつ僕にと目を合わせてニコってね笑顔を出してくれる人、商品をね渡す時もよろしくお願いします、いってらっしゃいっていう人がいたりとか、お客様に渡した時もありがとうございますってね笑顔で言ってくれたりとか、きっとねそういう人って周りからきっと好かれてる人だし、その人の周りにはいっぱい素敵な仲間がいると思うんですね。なぜかといったら、そういう人と一緒に働きたいじゃないですか。いつも仕事 したらおはようございますって言ってね笑顔で目を見て話してくれる人ってすごく気持ちがいいじゃないですか。でそういうコミュニケーションが上手い人というのは人生もすごくうまくいくんじゃないかなと思いましたし、僕も昨日その意識をしてやってみて気づけたことっていっぱいあるんで、逆に意識をしなかったら僕も目を合わせていなかったかもしれないし、そういうふうにちょっとしたことでもね意識をすると、あ、こうだったんだっていうね気づきはすごいあるなと感じました。それではですね、今日のポジティブアクション、今日のポジティブアクションは1分間の瞑想をしてみようというですね、これをちょっとポジティブアクションに、今日のポジティブアクションにしてもらいたいと思います。でこの瞑想なんですけども、これどういうものかといったら、目を閉じて、そして周りの音を切って心を沈めて無心になるということですね。今瞑想というのはすごく多くのね経営者の人とか多くの会社でも取り入れられているもので、瞑想することによって頭が整理されたりとか、瞑想することによって心が落ち着けたりとか、ストレスが軽減したりとか、会社の中の朝礼で瞑想の時間があったりとか、多くの経営者の人も瞑想というものをやられてるということなので、僕もね前の会社で働いた時に瞑想というそういうワークがありまして、その瞑想は大切なんだよ、1分間ぐらい
何も考えないで目をつぶって心を落ち着かせる、そういうことをねやってました。で最近全然僕もねできてなかったので、忙しくなればなるほどねこういう1分間の1分だけでももったいないって思っちゃうんですよ。でもこうやって1分目をつぶって何も考えないようにするっていうのはすごく自分とも向き合えるし、すごくねいいことだと思うので、僕もねちょっとチャレンジをして1分間、特に僕は何かしてないともったいないとかって思っちゃってですね、1分あるんだったらなんか YouTube だとかラジオだとかボイシーとかそういうので何か聞いてたいなとかって思っちゃうんですけども、でも何もしないことがもしかしたら自分にとってすごくプラスがあるんじゃないかなっていうのを思ったんで、ぜひともね今日は1分間だけでいいので目をつぶって無心になる、これをねぜひとも皆さんチャレンジしてみてください。僕もね今日チャレンジした結果をまた明日お伝えしたいと思います。さああとですね、今日さらに今までなかった一つコーナーをね増やしたいなと思いましてまた増やすんかいってね思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、せっかくねこういうラジオやってるんで新たなチャレンジをねどんどんしたいなと思って、今回のね新たなコーナーなんですけど、新しいコーナーはですね、いつか使えるかもしれない雑学というですねコーナーをやりたいと思います。まあね、今すぐにはその雑学は使えないけども、何かの拍子に、こう、ちょっとした、雑学、ちょっとしたうんちくじゃないですけど、そういうものをね、朝1個入れることで、何かの拍子にね、あ、そういえばこういう話あるよとか、これ知ってるとかって、それでこう話が盛り上がったりすることがあるんじゃないかなと思ってですね、それを調べて、毎日1個僕がですね、お伝えするというものでございます。で、本日一発目なんですけども、僕もちょっとねびっくりしたというか面白いなと思った雑学がありまして、海にいる牡蠣ね、美味しいですよね、オイスターバーとかね食べるで、牡蠣、海にいる牡蠣は生涯で複数回性別を変えるね、知ってました？僕は全然知りませんでした。牡蠣という生物は原則的に性別がありません。言い換えるとオスでもありメスでもある珍しい生命体なんです。つまりオスが多ければメスになるし、またその逆もしかりと、それ以外にも海の栄養状況によっても性別が変わるようですというですね、本当にいつ使えるのかわからないね話情報なんですけども、でもねなんかの拍子にね牡蠣食べに行った時とかにこの話したら面白いですよね。知ってるって牡蠣性別って複数回変わるんだよ、オスになったりメスになったり両方持ってるのが牡蠣なんだよみたいな、オスが多ければメスになるし、メスが多ければオスになれるんだよみたいな、こんなね話ちょこっとしたらね、あ、この人物知りだなっていうか、でそれでちょっとね話、まあ、3、4分は盛り上がりますよね。はい、まあ、こんな形でですね、まあ、ちょっとした雑学なんかをいつ使えるか分からないけども、まあ、持っといたらね、なんかの拍子に出せるというものをですね、これからもちょっとラジオで、このコーナーをねやっていきたいと思います。さあそれはですね、私のスマホ中毒脱却プロジェクト、今僕がですねスマホ中毒コロナになってから11時間半も毎日ですねスマホいじくっていると、それを脱却するために4つのチャレンジをしております。その進捗状況をですねお伝えしたいと思います。4つのチャレンジ、1つ目が厳しい筋トレを毎日やる、これは昨日もしっかりとできました、ありがとうございます。そして2つ目が毎日5個のゴミ類、昨日も7個ゴミを拾いました、これも達成しました。 YouTube、Uber ドライバーの配達、これを10回配達をするというもの、これも昨日しっかりと、昨日は15回ですね配達をいたしました。そして最後は YouTube の朝6時半の配信、これも朝6時半に配信することができました。なので、昨日も4つのチャレンジすべて達成しました、ありがとうございます。
これで、32連勝と残りですね、19日間あります。ただちょっとね、今のこの状況であれば緊急事態宣言がね、再度もう1ヶ月延長になるという流れになってまして、まあ今のこの感染状況であれば、まあね、緊急事態宣言をね解除することはまあどう考えても難しいので、こうなるとまたさらにこのチャレンジは長くなりそうだというですね。で、一旦この今月でこのチャレンジを終わりにするのかどうなのかっていうのはちょっと考えさせてください。僕もね、別のやりたいこともあるので、うん、そこはね、とりあえず、まあ今のところ今月いっぱいという形で、まだ延長も決まってないので、今のところあと19日間という制限をもとにね、この僕のスマホ中毒が脱却プロジェクトね、しっかりと達成していきたいと思います。で、昨日の、このポジティブ喫茶の状況の話をしたいんですけど、昨日はね、一人の方が、ポジティブ喫茶来てくださいました。こうやってね、今コロナのね感染が爆発して、本当にこう不要不急のね外出控えてくださいとか、去年の4月の緊急事態宣言の時のように少しずつね、なんか緊張感が出てきた、そんな状況でも昨日一人のね方が来てくださって、本当に本当にね嬉しいです。すごく感謝してます。それ以外に昨日は嬉しいこともう一つありまして、僕は今 Uber ドライバーをやってて、お客様満足度というのがあるんですね。それはお客様が僕が配達したものに対して満足をしてくれて、いいなと思ったらグッドボタンというボタンがあって、そしてこの配達にダメだなと思ったらバッドボタンもあるんですよ。これは僕がお店をピックアップ取りに行くお店に対しても、お店の人が僕がドライバーとしてこのドライバーちょっと良くないなとかと思ったらパッドをつけれるし、逆にものすごく感じいいなと思ったら逆にグッドボタンを押せると。で、これ直近の100件のそのグッドボタンパッドボタンの比率というのがあるんですよ。これが 100% に僕は目指してやってたんですけど、昨日ついにお客さん満足度 100% になりました。いやー、本当にね、なんでバットをもらったのかなって思う時もあったんですけど、それでもめげずに一つ一つの配達を丁寧にやろうという意識でここ最近ずっとやってたんですけど、ようやくね 100% 満足度になってもらえて、すごくねまた胸を張れる材料が増えたなと思います。逆の立場でやっぱこういうドライバーが増えてほしいなって思う存在でいたいというのはすごく常日頃思っているので、まあ、こうやって 100% の満足になったっていうのは、うん、すごく僕は自信にもなりますし、この 100% を継続するのもすごく難しいんですね。本当に何かの拍子に こちら側じゃないところでお客さんが単純にね、バットをつけてしまう人もねいるかもしれないです。でもこの 100% をずっと継続して持続していきたいなと思いました。これすごくね嬉しかったことです。クエストを達成するよりも僕は満足度が 100% になることの方が嬉しいので、すごくね昨日はそれを達成できて嬉しかったです。さあ、それではですね、学びのコーナー行きましょう。学びのコーナー、こちらの本、1日1話読めが心が熱くなる365人の仕事の教科書という本の中から、本日紹介する方は染谷和美さんというですね男性の方を紹介いたします。この方は I Will というですね会社の主催の方で、人材会社、人材育成の会社ですね、その代表取締役の方です。で、この方の本日のお話のテーマは、会社は人間修行の道場であるというお話ですね。いきます。私は会社は人間修行の道場という言葉を使ってきた。修行の場だと思えば多少のことは辛抱できる。
今は泣きたいこと、恨みたいことがあったとしても、それを修行と捉えて乗り越えた時、自分が一回りも二回りも大きく成長していることを知るだろう。私自身これまでの人生の中でそのような体験を何度も味わってきた。そのように考えると、会社と自分との関係を単なる雇用関係と割り切るのはあまりにもったいないし、残念な仕事感である。こんなことを考えたことがあるだろうか。会社では誰かが売り上げを上げて、その中から社員に給料を払う。あなたの給料が額面で30万円だとしよう。会社があなたのために負担しているのは30万円だけだろうか。少し思いを巡らせてみればわかる。社会保険料や厚生年金の半額は会社が負担している。この他にも事務所の家賃、光熱費、水道代、事務用品、ざっと計算すると給料の3倍、約90万円のお金がかかっていることを知らなくてはいけない。自分の給料を捻出するのに一体どのくらい売り上げを上げなくてはいけないのか、そのことを考えてほしい。そうすれば給料が安い、仕事がきついと不平ばかり言っていられないはずだ。反対に働かせていただけることへの感謝の心が生まれてくるのではないだろうか。間違っても近年の風潮のように会社イコール悪などという発想には至らないだろう。毎月25日に決まった額の給料がもらえる。これを当たり前と思うのもまた明らかな幻想である。その幻想から目が覚めるのはパタッと給料が入らなくなる時だ。会社が倒産した時、クビになる時、自己都合で会社を辞めた時、そのいずれかである。サラリーマンが嫌で会社を辞め、軽い気持ちで居酒屋を開く人がいる。ところがサラリーマン時代の感覚は全く通用しない。鉛筆一本から家賃、人件費まで全ての費用を一人で負担しなくてはならない。目を覚まされるのはその時だ。独立して成功するのは100人のうち2人3人だという。国家資格や特別な技術を持つ人でも一人で開業して安定した収入を得るのは難しい。だとしたら生活できる給料が保証されている 今のこの環境に感謝して精一杯仕事に打ち込む方がよほど賢明だと私は思う。苦しい時は甘え心を振り切り、修行と割り切って乗り越えるのだ。続けていくうちに新たな世界がきっと開けてくるだろう、というですね、会社は人間修行の道場であるという話をいたしました。まあ、この話をね聞いて、まあ、人はねしてもらっていることを棚に上げて不満を言う生き物なのかなとすごくね、僕は思います。まあ、今ある環境にね感謝の気持ちを忘れた時に本当に僕は危険な状態になってしまうんじゃないかなと思うんです。個人事業主で働くことももちろん大変だし、でも個人事業主で働くからこそ自由に物事を決めて自由に自分がしたいようにできる。だけどそこには責任が伴う。何の保証もない。自分がやったことで直結して売り上げに関わる。そして売り上げがなければ自分の給料はもちろんゼロ、むしろ家賃だとか固定費なんかを引いたらマイナスになってしまうこともある。でも自由がある。それが個人で働くということ。逆に会社で働くということはもちろん自分が思ったようにならないこともあるし、うまくみんなと合わせてみんなで仕事をしていかなくてはいけない。そういう自由度は低いけども、ちゃんと25日には給料が入り、自分がやっているプロジェクトで
赤字になってもじゃあ自分が補填することはなく、ちゃんとその月の給料にお金が振り込まれてるんですね。この先ほど読んだ文の中にも社会保険のお金だったり厚生年金だったり、いろんなことを実は会社が負担してくれてる。でもそこを考えて感謝をしている人って少ないんですよね。僕が会社で、僕が今のように自分でお店を出す前にいろんな会社に働いていました。でもやっぱ人はね、会社の不満だったり待遇の不満をみんな言うんですけど、じゃあ会社がしてくれてることを感謝してる人っているのかなと思ったら、なかなかその考え方発想になる人は少ないんですね。自分のじゃあこのお店、会社の中の1店舗の店長を任されていて、じゃあこの店は自分の店だと思うのならば、もっと経費を削減しようと思うし、もっと危機意識を持って売り上げを利益を出さないとなと考えると思うんですね。そして指示をされてやるのではなく、自分が自ら動いてやると思うんですよ。そういうふうにね、会社員でも考えられる人っていうのはものすごくね、有能な人だと思います。今の日本の現状も似てる部分もあるかなと思うんですね。日本ってもちろんね、今コロナ対策が失敗してるだろうね、日本の景気が悪いだろう言われておりますが、すごくね、逆に整備されてることもいっぱいあるんですよ。他の国に比べたらものすごく日本って安全じゃないですか。もちろんね、悲惨な事件もありますけども、全体を通したら他の国よりもものすごく安全で平和な国なんですね。交通ルールも整備しっかりとされているし、ちゃんと決められた時間に電車が来て、で決められた場所に着ける、これも当たり前でも何でもないし、医療もそうです。医療もすごくね、高いレベルを日本というのは持っております。社会保険もすごく整備されているし、道路も僕はすごく綺麗だなと思うんですね。で、本当に食べていけなくなったら生活保護という最後の法律というか、そういうものもありますし、なんとかね、日本で食っていけなくなるってことはあまりないと思うんですね。ちゃんと税金ちゃんと使えって言うかもしれないけど、でもしっかりとその税金を使ってるからこそ、今こうやって快適に過ごせる部分も僕はあると思ってます。もちろん全てがね、日本が素晴らしいということではないけども、でもそうやっていいところもね、いっぱいある、そういうところに目を向けることも僕はすごく大切なんじゃないかなと思います。これかなり前にね、話した松下幸之助さんの 99% の悪いところがあっても 1% のいいところを、その 1% を見る生き方、そういう生き方ってすごく僕は素晴らしい、素敵だなと思うんですね。まあ、今回のようにその会社の不満とか愚痴なんかを言ってる社員の人こそ、実は会社にしてもらってることというのはあまり目を向けていない。 80% のいいところを見ないで 20% の悪いところを続く、これはあまりいい考え方ではないのかなと思います。まあ、もちろんね、すごくブラック企業だとあります。もう働いてる社員をね、物としか見てない会社ももちろんあるので、一概に全ての会社が素晴らしいというわけではないんですけども、でもそういうね、会社がしてくれてることはしっかりと感謝をする気持ちというのは大切だと僕は思います。はい、本日もすごくですね、勉強になるお話でございました。今日もね、金曜日、これからね、お仕事される方もいるので、まあ、そのね、考え方を少しね、自分の中に落とし込んで仕事をすると、また気持ちよくね、仕事できる場面もね、あると思います。というです、本日のお話でした。ありがとうございます。
実はですね、昨日なんですけども、ついに届いたものがあります。それは何かと言ったら、こちらのポジティブ心理学実践講座のですね、ワークの教材が昨日届きました。このインストラクターの、ね、資格を取れるというものでございまして、僕がね、3日前ぐらいにそういう資格があるということで調べてみたら、本当にそういう資格があってですね、まあ、最初はいやいや自分の考えるポジティブを貫き通そうかなと思ったんですけど、でもスーパーポジティブティッチャーを名乗っているんであれば、いろんなねポジティブを知ることも僕は大切だと思うし、それを知った上でいいところはもっと吸収すればいいし、自分とはちょっと考え方違うなというところは入れなければいい。でもそういうふうにいろんなことを知る選択肢を知ってる方がより僕はポジティブだなと思うし、そっちの方が人をね、僕は救えるんじゃないかなと思うんですよ。こういうポジティブ心理学の実践インストラクターという資格を持っているだけで信憑性が増したり、ね、することも、ね、僕はきっとあるんじゃないかなと思って、今このコロナ禍緊急事態宣言中で、この限りある、ね、時間をこういうところに使っていこうと思うんですけども、今僕4つの、ね、チャレンジをしていまして、1日かなり、ね、ジェットコースターのように過ぎてまして、これをね、こうさらに今のこの4つのチャレンジをする中で、さらにこのね、勉強を始めるというのもなかなかね、ちょっと難しいというか、全部おざなりになってしまう可能性あるので、一旦ね、この緊急事態宣言が終わるまではこれはね、スタートしないでおこうかなと思ってます。全部が全部ね、1日限られた時間の中でできるかというと、もうそれで逆に負担になってストレスになって自分を壊してしまうこともあるんじゃないかなと思うので、まあ、まずね、こういう教材が来たというところと、まあ、これをね、いつ勉強し始めるのかというのはこの緊急事態宣言が終わってからかななんて思ってます。まあ、あとこの他にもね、今僕は英語の勉強ちょっとやりたいなとかも思ってるので、まあ、このチャレンジが終わった後にね、まあ、そういうふうにまた新たなチャレンジという形で、スタートをね、切りたいと思います。はい、今日はですね、ポジティブニュース、ちょっと時間がね、押してしまって、今日はですね、また明日に、ポジティブニュースをね、移行したいと思います。今日もね、新たなチャレンジ、いつ使えるかわからないですね、雑学をですね、コーナーが始まったりとかですね、こういうふうにポジティブの講座のね、教材が届いたりとか、Uber で 100% 取ったりとか、お店にね、一人来てくださったこと、もう本当にありがたく思ったりとか、まあ、そんなね、盛りだくさんの一日でした。今日もね、雨ですが、きっといい一日になります。今聞いてくれてるあなたにも、いっぱいの幸せが今日降り注ぐ。僕はそういうふうに思ってます。今日もね、聞いてくださって本当にありがとうございます。金曜日で、最後ね、今日お仕事をしたら、明日からはね、お休みの方も多いと思います。明日明後日楽しむためにも、今日一日しっかりとね、仕事をやって、仕事があることに感謝をして、会社があることに感謝をして、仲間と一緒に働けることに感謝をして、そして今日一日を素晴らしい一日にしていきましょう。本日も聞いてくださりありがとうございました。また来週ポジティブラジオ、あなたが聞いてくれることを待っております。ありがとうございました。毎日ポジティブ。